な風に思ってるのね。うわー、誰だ、急に耳元で喋るんだよ。年寄りのおばあちゃんなんだから、耳元で囁くのが精一杯でもしょうがないでしょ。か弱い老人が他にどうすりゃいいっていうの。ストラリ、お前がストラリか。お前ってグラスバーバじゃないのか。グラスバーバって重要なのは黒曜石であって老婆じゃないの。小説でもよくあるでしょ、見た目は若いおじいさんとか、見た目は少女なのに百戦錬磨の英雄だとか、子供の体をした魔法使いとか。何その顔、こんなおばあちゃんは見たことない。別に若作りじゃないのよ。ほら、厚化粧もしてないでしょ。あー、言い忘れてたかも。ストラリは若いけど、ばあちゃんなんだ。失礼だけどさ。まあ、レディーに年を聞くなんて本当に失礼ね。で、ようやく着いてみたらみんな私より早く来てるし、気まずくて出るに出られなくなっちゃったの。さりげなく登場しようと思ったけど、みんなはもう話し始めてるし、どのタイミングで謝ればいいかわからなくて。しかもよくよく聞けば私の悪口を言ってるじゃない。どうしようかと思っちゃった。ふっ、とにかくそういうこと。グラスバーバの葛藤なんて知らなくていいけど。形跡を。どうかしたのか。ちょっと。吐き気が。ちょっと大丈夫？びっくりしたぜ。テーブルに吐くのかと思ったぜ。そんなお行儀の悪いことするわけないでしょ。今までも吐いたことなんてなかったし。本当よ。